はい、皆様こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。ですね、本日はなんですけど、やっぱりこう ZV-10 をこれ運用していくってなった時に、まあ、やっぱりマウントをまたいでるんですよ。 L マウントと E マウントと。なのでやはりこう両方とも今持ってるレンズっていうのを全部持っとくのって正直とても厳しいんですよ。新しいレンズ欲しいなと思っても、このレンズでこうお金払っててそれを所有しているってだけで、やはり新しいレンズを買うってなると、まあ、場所もですよね。でこう定期的にちゃんと管理していないとカビちゃうとか、そういう恐れとかもありますし、まあ、あとはそこにお金をこう物として拘束されてしまっているっていうのがあったりとかして、すごくやっぱり楽しみにくいんですよ、購入しにくいんですよ。まあ、なのでやはりこう下取りとかに出して新しいレンズを購入するって形になってくると思うんですけど、じゃあどういうレンズがこう処分できるのかなってすごく悩んでるんですね。で、まあ、今一番の候補としては、はい、こちらのチャンネルではこのようにですね、私がこう所有しているレンズとかカメラとか、まあ、オールドレンズっていうの大好きでやってるんですけど、そういったものっていうのの考え方とかっていうのもこういうふうにたまに話しております。ぜひこういうのをこう何か聞いて参考になるなと思ったら、チャンネルのご登録といいねを、いいねボタンが私の励みになりますので、ぜひいただければと思います。またコメント等でコミュニケーションいただけるととても嬉しく思いますね。いつもありがとうございます。私が手放すかもしれないなって一番の候補はこちらのレンズになります。まあ、これとてもいいレンズなんですよ。シグマのライトバズーカですね。100〜400mm の、F 値が5〜6.3DGDN、 シグマさんのコンテンポラリーの L マウントのレンズになります。まあ、なぜこれがそういうふうに手放すよっていう候補になるかっていうと、こちらのレンズの存在ですね。はい、ソニーさんの E70〜350mm、 F 値が 4.5〜6.3G の OSS 手ブレ補正付きのレンズになります。まあ、なぜこれがその候補になるかっていうと、まず一つ目として、やはりその L マウントを2台持ちで、スポーツラインの 150〜600mm っていうレンズを1本持っておりまして、そちらと一緒にこうフルサイズのバカでかいボディを2個持って、じゃあ同時にこれを一緒に使うかなって考えた時にですね、ライトバズーカ、まあ、残念ながらなかなかシチュエーションとして考えにくいんですよ。で、まあ、これは決して機種の特徴なのでバカにするわけではないんですが、 L マウントの今ルミックス S シリーズは正直オートフォーカスに関してはソニーさんの ZV-10 を含めましてもオートフォーカスでは全く勝つことができないと思ってます。パッと使用した時にやはりこう、明らかにソニーさんの方が速いなっていうのは実感なんですね。まあ、だとしたらこちらですよね。 E70〜350mm っていうのと ZV-10 をサブ機として持っていれば、まあ、2台望遠レンズを持っていくってシチュエーションはちょっとわからないんですけど、そういうことがあったとしてもそれで事足りてしまうと思うんですよ。まあ、フラッとそのフルサイズで超望遠を使って撮影したいよって思うこともあるかもしれないんですが、じゃあこのライトバズーカですよね、これがすごい軽いレンズですかっていうと、超望遠の割には軽いとは言っても、まあそこそこの重量感あるんですよ。ってなるとやはりしっかりとしたリュックサックとかそういうのでちゃんとした装備でルミックス S シリーズ、まあ、特に S1 はそうなんですが、バカでかいミラーレスとしてはバカでかいボディを持って、じゃあ他にその単焦点レンズだとか標準ズームレンズとかそういうレンズを持ち歩くってなった時に装備がとても重くなるんです。まあ、それを持ち歩くよってなるんだったら、私は ZV-10 とこちらの G レンズですよね、370〜350のの2台体制の方が賢いんじゃないかなと思ったんですよ。まあ、荷物もしそのカメラを2台持って望遠レンズ2台ってちょっとわからないシチュエーションがあったとしたとしても、両方同時に簡単に運用できる手法ですし、まあ、写真を撮るってなった時 ZV-10 はやはりこうインターフェースボタン類がちょっと少ないですね、ダイヤルとか。なので設定とかっていうのはちょっと大変ではあるんですが、まあ、ZV-10 だけで望遠から、まあ、超広角もしくは標準域っていうレンズを3本持ったとしても、ルミックス S5 に落としたとして、 S5 とライトバズーカですね、このセットよりも多分コンパクトに収まっちゃいます。実際それぐらいこの E マウントの、まあ、特に APS-C ですね、 APS-C のレンズ群っていうのはとても小さく軽いです。で ZV-10 っていうのもやはり、ファインダー部がなくなった分だけあって、 α6400 に比べるととてもコンパクトなんですよ。
まあ、ファインダーがないっていうデメリットとか、その操作系統がちょっと少なくなったっていうデメリットだと確かに存在します。でもじゃあコンパクトに運用するっていうことを詰めていくと、やっぱりその小さいレンズたちで、複数のレンズを持ち気軽に持ち運べるっていうメリットを最大限に生かすべきだと思うんですね。で、私のまあいつもこう使用して紹介しておりますエンデュランスの肩掛けのバッグですよね。あれとかでしたら下段にこちらですね、こちらを入れて、まあ、上段の方にシューティンググリップ、いつも使ってるシューティンググリップですね、それと本体とレンズを2本とかだったら多分スカスカなんですよ。でそこに、まあ、上着を入れたりとかってこともできますし、まあ、上の部分にそのカメラ関係のパーツっていうのをまとめて上着を下の段に入れたりとかってこともできますし、まあ、これから涼しくなってっていろいろ遊びたいなって時に、こういうでかいって言っても小さいんで APS-C 用のズームレンズですから、まあ、そういった使い方っていうのができるようになる、できるようになるというかできるんですよ。なのでそういった運用にするってことを考えると、私としては残念ながらこちらですね、ライトバズーカは手放すんじゃないかなと思ってます。まあ、実際このスポーツ150-600のスポーツの超望遠レンズですよね、あちらを入手してからこちら実は一回も使ってないんですよ。まあ、実際これを持ち運ぶよってなった時に差はあれどものすごい差ではない、もう実際これを持ち運ぶよってなった時にエンデュランスのバッグとかだと、その前もインプレッションしましたけど、この肩が痛くなるんですよ、重たいと。にそれに S1 とか S5 を入れて、じゃあこのレンズも入ってますで肩掛けで行くんだったら、もうリュックサックを選ぶじゃないですか。でリュックサックを持って生きるのであれば、別にスポーツの超望遠レンズ、あれ150-600ありますけど、その割にはとても小さいんですよ。だったらそっち持っていけばいいじゃないかっていう感じになっちゃうんですよね。まあ、これを使わなきゃいけないっていうシチュエーションがすごく限定的な感じがします。まあとてもいいレンズなんでコレクションしておきたいって気持ちがあるんですが、じゃあコレクションしておいて使わないんだったら、ちょっと処分して他のものにお金をかけようかなって思いますね。でまあ実はちょっとこうまだまだこう紹介はできていないんですけど、入手して試していきたいなってレンズが何本も控えているんですよ。まあ、それこそまだ紹介しきれてね、オールドレンズっていうのもいっぱいありますよね。オールドレンズこそ、それこそ私縦長の防湿庫にいっぱい入ってるぐらいこうコレクションしてるんですよ。そういったものの中でこう面白いなと思うものをどんどん紹介していきたいんですね。でそちらをこう処分して何かレンズを買うっていうのはなかなかこう再び出会うっていうのは難しいのも多いので、じゃあまた欲しくなったら買えるじゃないかってレンズを手放すのっていうのは一つの選択肢だと思うんですよ。で私もシグマさん本当に大好きで、シグマさんのレンズめちゃくちゃ持ってるんですけど、じゃあその中でもみんな使ってるかっていうと、実際使ってるレンズっていうのはまあ多くて5本6本だなって感じなんですね。じゃあ他の使わないレンズたちっていうのは、まあ他のこう持ち主さんの手に渡ってしっかり大切に使ってもらう方がレンズも幸せなんだと思うんですよね。まあ、そういうことを考えてちょっと整理していこうと思ってます。他にも候補として考えているのは、先日その動画で紹介しましたコンテンポラリーのレンズですね。24mm の 3.5 DGDN、 あとは 35mm の F2 の DGDN、あとは 65mm の 2 の DGDN ですね。この辺っていうのは、まあ、処分して別の新しくこう皆さんにこうお伝えしていくようなレンズたちを入手するために処分してしまうかなっていうふうに今は思ってます。まあ、他にもまだちょっと処分するかもしれないレンズっていうのはあるんですけど、まあ、取り立てっていうところでそこかなと思ってますね。まあ、とてもいいレンズ持っていたいなとは思っている。でもじゃあそれが果たしてこう持ち続けて防湿庫を圧迫して使わなくて、使わないでこうずっといたとして、故障しちゃった、カビちゃったってことになるんだったらレンズがかわいそうだと思うんですね。それだったらもうちゃんと使ってくれる人のところに一度こう私が手放して渡ってった方が幸せなんじゃないかなと思いますね。まあ、このライトバズーカとってもいいですよ。写りとかっていうのもシグマらしいですし、あとはこうちゃんとですね、こう距離のリミットとかっていうのもあるので、そういうのをちゃんとうまく使うとオートフォーカスっていうのも L マウントでも十分速い、まあ、α E マウントだったらそれこそピントの合致の性能っていうのはものすごく高いので、とても実用的なレンズになると思います。まあ、私これ古くはその α7-2 α7-3 の時に、確かあれは一眼レフ用のライトバズーカ、キヤノンの EF マウントのやつですね。それにシグマさんのマウントアダプターを装着して α7-2-3 で使ってました。
その時ですらオートフォーカスすごくいいなと思ってました。でそのつもりでちょっと L マウント買ったら、オートフォーカス自体は速い、動作自体はそんなに遅いって感じじゃないんですけど、なんか迷う、特に望遠って迷い出したらもう本当際限なくどっか行っちゃうんですよ、ピントが。それが L マウントのとても悪いところだと思うので、そういうのをですね、この距離のリミッターで制御できるんですよ。まあ、あとマニュアルにしたりとかですね、そういう細かい機能っていうのも本当いろいろついてますし、あとはL マウントであれば、テレコンバーターですね、シグマさん純正の、それを使用して2倍であれば200ミリから800ミリまでっていうのも、このコンパクトなボディで使用できるので、そこはまあとてもおすすめですね。でこのライトバズーカなんですけど、まあもちろんこうご存知の方ばっかりかもしれないんですが、普通のレンズっていうのはこうズームするときに回してこうズーミングしますね。それがライトバズーカと、あとこのスポーツラインの150の600ですね、それっていうのは直進式ズームとしても使用できるんですよ。まあフードをつけてやるとこのくぼみがあるんで掴みやすいっていうのは、確かシグマさんでおっしゃってたと思うんですけど、それだけではなく、それをつかなくてもこの先頭の方を持ってですね、こう引っ張るとこう伸びるんですよ。まあ、これのメリットっていうのは、回すっていうのは結構この望遠でやるとよほどしっかり構えてない限り、野鳥とかそういうのですね、撮影したいなって野鳥に向かってこう構えてる時にズーミングの動作でこうブレるんですよ。そうするとそのブレた分、目標、その撮影したいものですねっていうのがブレて消えちゃうんです。それっていうのが意外とこの直進式ですと、こうゆっくり引っ張ればほぼほぼ横に向かっての動きってないんですよね。これが特にこのライトバズーカぐらいのサイズだととても扱いやすいですね。これは私本当に使ってます。スポーツラインの方でもよく使ってます。でじゃあこのソニーのレンズはそれできるのかなって考えた時に、やっぱりこうできはするんですよ。でもフードにもまあそういう機能があるかっていうと、まあ若干こうくぼみはついていると握れるって感じはないですし、まあ使えはしますよねぐらいの感じですね。まあ本当これアルファ E マウント、E マウントと L マウント両方ともこうとてもいいレンズです。なのでまあ手放さないで済むのであればそれを持ってたいなとは正直思ってるんですが、じゃあ持ってるよ使うのかっていうところになるんですね。っていう時に、まあ、今回はその手放そうと思った私のこの理由ですね、それとのこう皆さんにこうシェアしてみて、まあ、皆さんもこうぜひ何かこう別に楽しみたい時に、じゃあ改めてその全部所有しているレンズとかっていうのが本当に必要なのかなとか、あとその所有しているレンズがどうすれば一番活用できるのかなっていうのを改めてこう見直していただきたいんですよ。そういった意味で今回の動画って撮影してみました。まあそれを処分することによって別のレンズを変えるとかっていう楽しみも出てきますし、じゃあこのレンズがないんだったらこのレンズを使おうとかっていう考え方にもなると思うんですね。まあそういうのっていうのはおそらくレンズもこう手放すっていうのは捨てるわけじゃないんで、その新しい持ち主の元へ行って使ってもらえるっていうのはものも一番幸せだと思うんですよ。せっかくこう存在しているので、私みたいにこう防湿庫にこれずっと眠ってますっていう状況になっちゃったらレンズもレンズとして使われないわけですからね。まあなのでこうぜひこう手放すっていうことっていうのも意味を持って手放していただければ、こうレンズっていうのも幸せなんじゃないかなっていう思ったので今回の動画でも撮影してみました。まあ、ちょっと今回語りばっかりなので、ちょっとこのライトバズーカですね、ライトバズーカで撮影したものっていうのも最後に動画でちょこっとつけると思います。はい、動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、このようにですね、残念ながらちょっと手放そうっていう風な考えに至ったレンズたちなんですけど、まあ、どれもこれも悪いレンズという意味で手放すわけじゃないです。L マウントですね、フルサイズの L マウントの方っていうのは、やっぱりこう単焦点の高品質なものっていうのと、まあ、第三元扱い F2.8 の透視のレンズっていうのがメインな運用なんですよ、私からすると。に、それと、その、まあ、150から600の超望遠レンズっていうのがあったら、まあ残念ながらこう出番のないレンズたちっていうのが今回のその対象なんですよ。24の 3.5 だったら24の 1.4 を持ってます。でまたその24から70の 2.8 の透視のレンズもありますよね。でそれの間っていうところで35から65っていうのもそれに該当してきますし、
65の他の単焦点っていうのはないんですけど、35の方は 1.2 っていうもうとても明るいレンズを持ってます。まあ、85ミリまで望遠伸ばしていいのであれば、85ミリの 1.4 っていうのも DJDN で持ってます。そうなってくると、まあじゃあこの単焦点の小さいコンテンポラリーの子たちですよね。っていうのはやっぱり出番とてもないんですよ。FP と相性いいなと思ってても、まあ、オートフォーカスの動きがそんなに速くないって私別の動画で言ってるんですけど、それとオートフォーカスがあんまり速くない FPL との組み合わせですよね。そうなるとまあ、写真だったら本当困らないんですが、動画っていう風になると S5 とか、まあ、それこそ今撮影しています ZV-E10、 もうこちらの方が本当はるかに優秀なんですよ。そこだけでしたら写りとかそういうのっていうので見るととても個性的ですし、いいと思います。でコンテンポラリーで45の 2.8 だけは手放そうとは今思ってないんですね。それっていうのはコンパクトでまたちょっと古臭い面白い写りをするって印象が私の中でとてもあるので、オールドレンズっぽいオートフォーカスとしての運用の価値があると思ってます。そういった楽しみ方っていうのを自分の中に持っていただいてですね、いろいろ考えてみていただければいいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。